ここは崩壊まではいかなくて、はらみ出しの変形をしたところです。解体とかあと調査終了しまして、1段目から積み直しを始めたところでございます。2021年と2022年の地震で崩落や変形などの被害が出た仙台城跡の石垣、特に被害の大きかった本丸北西の石垣では先月19日から積み直しが始まり、今日も職人がバールを使って石の角度や高さを調整していました。石垣が崩れた本丸北西側、大きい石だと 2,3 トンにも及ぶということなんですね。そしてこれから積み直しされる石がこちらに並んでいます。石の表面には番号が書いてあります。この番号が積み直しをする上で重要なポイントとなります。番号は石垣の場所を示すもので、東日本大震災で被災した際に一つ一つの石に振られました。今回もこれをもとに伝統工法で石を元の場所に戻していきます。さらに耐震性を強化するため現代の技術も取り入れています。ここにあるのが補強ネットでして、はい、これを敷くことによってここの隙間を埋めている石が、地震の時に揺すられても移動しないように、これは東日本大震災の時にも敷いたんですけれども、それでもここの部分は変形してしまったっていうところがありますので、そのネットを敷くこととプラスしてここの盛り土部に打った鉄筋と連結させることで耐震性を上げることを今の現代工法としております。復旧にかかる費用は10億円で、仙台市教育委員会はクラウドファンディングも行い、2000万円以上の寄付が集まりました。昔ながらの工法に現代の工法を加えて、ハイブリッドな形で強い石垣直せればと思っております。期待も背負って日々努力して一生懸命やってまいりました。仙台市教委は今年度末の工事完了を目指し、積み直しの作業を進めていく方針です。